はい、どうも、こんにちは、ノーです。今回ですね、ユニバースミッション9弾の稼働告知について見ていきたいなと思います。はい、こちらね、いよいよ、7月の11日と迫ってまいりましたね。はい、あと2週間足らずで9弾なんで、まあ本当最近時間のあの感覚っていうか、あれが早い。いや、もう9弾なんだ。まあ8弾は8弾でね、すごい楽しかったっすけど、まあ主にエリア大会自分すごい、今回ね参戦したんで、まあちょっとね、そのユニバース8弾イコールエリアみたいな感じの印象でした。さあ、表紙に映ってるのがスーパーハーツとゴールデンメタルクーラコアと、まあちょっとこっちのイラストの方がかっこいいんですよね。で17号ね、はい、アニメで活躍した17号で、悟空の、はい、スーパーサイジンブルー、これもかっこいいな。なんかいつかカード化してくれないかな、これ。で、反対側が、ドラゴンボール GT のキャラクターたちですね。はい、悟空、ベジータ。で、この悟空どっかで見たことあるんだよな。で、パンちゃん。これはあれですね。あの、キャンペーンイラストだよね。ねえ、なるほどね。まあ、なんか今回はね、GT を推してる段なので、まあ、GT キャラがね、はい、総集結と。で、まず世界観から見ていきましょうか。はい、ユニバースミッション9弾は、まず舞台はね、ドラゴンボール GT の世界ですね。はい、ドラゴンボール GT と連動した新エイジが登場。アニメで登場した強敵たちが一挙勢揃いだ。いや、これは楽しみだな。で、なんかルードとか出てくるらしいですよね。はい、まあちょっと楽しみだな。で、巨大ボスとしてね、ルード出てきたらちょっと楽しそう。で、まずは、ベビーたちが映ってるな。おー、このメンツも懐かしいな。なんか久々に、こう GT のね、こうベビーとか敵として出てくるから、なんか動画映えもね、期待できそうな。で、巨大ボスってあのロックオン使えないからちょっと攻略難しそうですよね、ルードとか出てきたらね。で、主題歌、だんだん心惹かれていくも収録。ドラゴンボール GT の世界へ飛び立とう。いや、いいね。はい、ドラゴンボール GT のオープニングが流れるらしい。で、これがあのエイジオブドラゴンボールの上にこうね、設立されてて、なんかこう全くの別物らしい。で、これユニバースミッションのミッションモードでしょ。で、悟空とベジータのエイジオブドラゴンボールの上にあるんだよね。はいはい、なるほどね。なんかいつもみたいにこう、そう、こんな感じで分けなかったんだね。で、今回のそのシークレット、全然分からなかったんですよ。で、まあいろんな人に聞いた感じ、まあ、まずはこのゴジータ2のスーパーサイジン4海洋圏でしょ。で、これは来ると思うんだ。で、残り2枚なんだけど、メチカブラかなって最初思ってたんだけど、おそらくメチカブラではない。で、そのうちの1枚がこのドラゴンボール GT と連動するから、スーパーサイジン4の悟空なんじゃないかなっていう、意見をねちょっといただきまして、確かにそのスーパーサイジン4なんだっけ、フルパワーサイジン4の悟空か、あれがまだ一応カード化されてないっていうことになってるんで、あのドッカンバトルの龍拳のあのスーパーサイジン4フルパワーの悟空がワンチャンシークレットなんじゃないかなと、思ってます。はい、これ来てほしいな。なんかね、 GT がメインだったらさ、まあ、敵キャラか味方キャラか出てくると思うんで、そこでこの悟空のねフルパワーサイジン4、いや、これは期待ですね。で、宇宙ソーラー編、こちらの第7宇宙頂上決戦というやつも、追加されるらしいですね。はいはい。で、こちらで、スーパーハーツとかゴールデンメタルクーラーコアとか、あ、コアじゃないや、ゴールデンメタルクーラーとか戦うらしいんですけど、そう、その残り1枚のシークレットがゴールデンメタルクーラーコアなんじゃないかなってキリクが言ってました。はい、まあ確かにこれ巨大化しそうだよね。で、これがそのまま巨大化してコアになったらね、なんかちょっと面白そうだし、うん、巨大化のシークレットってあんまり出ないから、まあ新鮮だと思う。で、暗黒王メチカブラ編、暗黒魔界突入編と。これ、暗黒魔界と暗黒帝国ってなんで統一しないんでしょうね。暗黒魔界突入したタイムパトロールたち、新システムキーソードバトルに勝利して魔人が支配する世界の門を封印だ。まあ懐かしいね。懐かしいの来ましたね。キーソードバトル。これゴッドミッション5弾の頃に、あのヘルゲート進撃編だっけ、なんかそのゴッドボスのフルパワーブロリー、あのフルブロがフルブロと戦えるそのステージで導入されたシステムだったと思うんですけど、
あのキーソードバトルっていうのがあって、それがその別のなんだろう、チャージインパクトとは別に行われるんだけどさ、でそれにこう勝つと敵のチャージ早くできたり、するんですよ。でこの所有者はミラクルが出やすくなるみたいなのがあって、まあ、それがまたね、導入されるらしい。で対人戦で導入されるって書いてないんですよね、これ見た感じだから。まあそのこのミッション限定なんじゃないかなとは思いますね。はい、こんなのね。いやこれ懐かしいな本当に。そうミラクルが出やすくなって、相手のエナジー、1個破壊できるんだね。あ、じゃあこれ対人で導入されたら結構響いてくるやつだな。でキーソードを所持した状態で敵を KO するとスーパードラゴンボールをゲットすると。なるほどなるほど。いやこれ楽しそうだな。あーでこれなんでホイとタピオンが映ってるんでしょうね。これがすごい気になるな。でこれゼノの話だから、タピオンゼノとか出てくるんじゃないかな。でワンチャンそのホイがね、次の段カード化されて、また横島の魔導士とかね、アビリティ追加されたら熱いんじゃないかな。なるほどね。まあそんな感じと。はいはいはい。いやーちょっと次の段もいろいろ盛りだくさんですね。で、あとこのオールスターオールスター人気投票開催っていう、この、なんて言うんだろうな、復刻ですよね。で、これも、まあ、ちょっと近々動画しようかなとは思ってます。はい。なんか一連の流れとかちょっと、動画にしようかなと。まあ、何枚復刻されるかわからないけど、とりあえずロベルは復刻されるでしょう。で、ユニバースミッション9弾2週連続金銀ダブル点灯配布キャンペーン。夏だ、祭りだ。2週連続で豪華カード無料ゲットのチャンス。第1弾が、新タッチアクションアビリティ搭載ゴジータゼノ、新タッチアクションアビリティキーソードロックを搭載したゴジータゼノを先着無料配布と。これなんかすごい気になるよね。まあそのタッチアクションアビリティなんですよね、これ。カードアクションじゃなくて、まあそれもね割と久々だし、ちょっと見ていきましょうか、ゴジータゼノ。あ、で、配布期間が小学生以下限定の方が、7月の13日土曜日からなくなり次第終了で、年齢制限なしはその翌日の14日日曜日からなくなり次第終了となってます。はい、まあ、こちらお忘れなく。はい、皆さんゲットしてください。で、カード内容、載ってますね。まずステータスが HP2500、 パワー6100、ガード1500、アビリティがむき出しの闘争本能で1ラウンド目のみ自分のパワーとガードと戦闘力が 1.5 倍になると。はい、1ラウンド目のみですね。で、決意のキーソードロックで敵チームが5人以上の時にアタックすると発動、選んだ敵を攻撃しその敵のパワーとガードを永続でマイナス1000、さらに封印成功で次のラウンド中はその敵の全てのアビリティが発動しなくなる1回限りです。キーソードロックはこれどうなんだろう、選んだ敵を攻撃しって書いてあって、そのサポーターも対象なのかっていうのがわからないんだよね、これ。なんかそのアタッカーサポーターって書いてないから、まあその例えば次のラウンドでアビリティ絶対発動させたいキャラいたら、それをサポーターに下げちゃえばこれ回避できるし、でもそのアタッカーサポーター問わずだったら最強に近いんですよね、これ。でその封印成功でって書いてあるんですけど、これ確かチャージインパクトに勝たないと発動しないんですよ。違かったかな。まあ何かしらの条件があったはず。でその敵の全てのアビリティが発動しないっていう、だからこのアビリティとこうタッチアクションアビリティと、まあ、ユニットと、まあ、全部封印するみたいな感じかな。これは強いね。でもキーソードロックはチームで1枚のみ発動可能っていう、ここのちゃんと正し書きがあるんで、まあほんとフリーズとね同じような、はい、フリーズとカウンターと同じような感じですね。で、アトミックカメハメハエナジー8となっております。はい。まあまあ、どうだろう。キーソードロック自体がめちゃくちゃ強そうだから、まあそれだけでこのゴジータは価値が光るよね。で、あとは絵柄がすごくかっこいいんですよ、これ。めっちゃいいよね、この後ろにさ、こうキーソードがね、でっかく書いてあって。で、こう、なんだろう。よく、そう、ここに載ってるゴジータゼノのね、画像使われてるんですけど、このゴジータすごいかっこいいから、それね、カード化してくれたのめっちゃ嬉しい。で、筐体にも貼ってましたよね、このゴジータの画像ね。色鮮やかだし、これいいな。配布としてはこれめちゃめちゃいいと思う。で、2枚目。で、開催店舗リストは後日公開ですね。はい。で、こちらか。はい。配布期間が7月の20日土曜日と、7月21日の日曜日と。はい、こちらも小学生以下と年齢制限以下で分かれてます。
はい、年齢制限なしで分かれてます。で、この悟空が銀白王子なんですね。HP3000、パワー3600、ガード1000、アビリティが先図での回復、あれか、サポーターにしたラウンドの終了時、自分チームの気力の低い3人の記録を全回復し、パワーを永続でプラス50001回限り。なるほど、あれを持ってるんだね。そうなんだ。まあ先図での回復は普通にいいアビリティだと思うんで、これ普通にいい。で、孫悟空 GT だから、まあ次の段 GT キャラ、まあ、いっぱい出てくるでしょ。で、ユニットとかにね、組ませられる可能性もあるし、これはいい。で、勝利のトリプルアタック持ちです。はい、まあこれも使いやすいですね。はい、攻撃した時に2倍ダメージを与える。まあガード1にしたら7000ぐらい入るんでね。はい、これもいいと思う。で、絵柄もすごくいいですね。はい、いや、この3人やっぱドラゴンボール GT といったらこの3人ですよね。という感じか。あ、じゃあワンチャンこの悟空のさ、最後イーシンを倒した時のあの元気玉悟空とか出ないかな。どうだろう、スーパーサイジ4の方がインパクト高いからあっち優先されそうな気がするけど、それも視野に入れとこっか。でも絶対 GT キャラはあのこの感じ来そうだから、ちょっとすごくそれが楽しみだな。で、開催店舗リスト、こちらも後日公開予定となっております。以上かな。はい、まあそんな感じで今回ね、こちらユニバースミッション球団稼働告知について、一連のね流れ触れてみました。まあ次は GT 弾っていうのと、キーソードロックとか、まあキーソードバトルっていう新しいシステムもね導入されるのと、まあスーパーハーツとか、あとはゴールデンメタルクーラとか、時の返しに闇落ち、まあそこら辺のカードはまたぶっ壊れてるんで、ちょっとねいろいろ楽しみな段になれそうですね。という感じでご視聴ありがとうございました。Thank you.